皆様こんにちは19年1次ベーシック講座経営情報システムの第1回目ですねのユニット1の講義を始めていきたいと思います担当はレクセニコー中小企業信頼士の黒川です ではですね、まああの、経営情報システムということで、まあ、始めていきますとで。まずはですね、このユニット1では、まああのまあ、全体的な、ね、お話として、まあ、この科目のまあ取り組み方とか、科目の特徴ですね、に関してのちょっとお話をですね、まずはさせていただいて、でなのでまああの、まあ、ガイダンス的なです、ね、位置づけで,です、ね、まずはユニット1を聞いていただければなというふうに思います。で、この科目ですね、経営情報システムに関してはということで、でまあ、すごくですね、まあ、苦手な人はすごく苦手と。で得意な人は すごい得意っていう形で、まあ、かなり二極化すするんですよねで得意な人っていうのは当然こう業界にいる方で,で、まあ、まあ日頃からこう、まあ、仕事でこう扱ってるとで IT 系のまあ仕事実務をやっていますよという方ですねで情報処理とかのまあ別のです、ね、国家資格とかを持っていて、まあ、試験にもまあ多少慣れてるとかっていう方がまあ得意なんですよね当然でただそ,のほそれ以外の方っていうのはまあ大体その9割方あのまあ苦手な人がまあすごく多いんですよね 多くてでまあ全然こう携わったことないとで IT のこと全くわからないというところででパソコンもまあ,あんまりそのよく知らないよというような方もいらっしゃるというような状況でですね結構やっぱりこう苦手な人ってすごいまあ,あのかなり強い苦手意識を持ってでもうなんとかですねあの乗り越えたいよっていうふうに思ってる方が結構やっぱ多いとっていうような科目なんですよね。 ですなので結構やっぱ専門科目になってくるということでそこでの差がやっぱ出ちゃうんですよね。 で、出ちゃうんですけどあの、まあ、この講義ではですね、まあ、当然その、要は苦手というか初めて勉強しますよということでこの情報系のですね論点をまあ全く初めてでゼロからやっていくっていうような人をターゲットに、まあ、もちろん進めていきますので,でなのでですねあの、まあ、ご安心をというところはまず一つあるかなと思いますでなので、まあ、そういったちょっと方です、ね、に向けにじゃあどういうふうに学習していけばいいのかっていうのでやっぱりこう 重要なのがやっぱりこうイメージすることなんですよね。で要は知らない論点とかもこう複雑な仕組みだとかっていうのをやっぱこう日常的な何かにこう置き換えてイメージするということであこれと同じようなことなんだとパソコンっていうのは人間と一緒なんだとか人間の脳みそで考えるっていうのと、まあ、パソコンでいうところの CPU で考えるっていうのはまあ基本同じことなんだとか何かこう 日常生活の何かにこう置き換えるイメージしやすい何かに置き換えるっていうのがまず一つポイントかなと。でその置き換えることによってで要は判断どういうものなのかのちょっとこう複雑な出題がされた時でも要はこれと同じようなことなんだから要はこの選択肢の判断はそのイメージしているもので判断しちゃっていいんですよ。で当然ですね、 あのそのまんまっていうのはテキストのまんまの文言であの選択肢が出てくるわけではないですんでかなりやっぱりちょっとひねって出てきますとでひねって出てくるんで当然その初めて見るような言葉遣いからこの選択肢は適切なのか不適切なのかっていうのを判断していかなきゃいけないですねでそこでやっぱり生きるのはやっぱりイメージができてることですねイメージして理解できてること,とでそれがあることによってこう、まあ、選択肢の判断ができるようになってくると。 というようなことにつながってきますので、まあ、ぜひですねそのイメージ化していくっていうところですね、まあ、そこをですねあのこの科目は特に重要だっていうような、まあ、意識でですね取り組んでいただければなと思いますでそのまあ当然その講義の中でそのイメージしやすいようにはお伝えしていきますので,でなのでそれを参考にしながらです、ね、ぜひやってほしいというところですね で,すで、あとはですね、あのー、この科目としての、まあ、あの取り組み方ですね。取り組み方として、で、点の取りやすい取り組み方というのをちょっと先にお伝えしたいなと思います。で、この科目は、じゃあど、どうやって点を取っていくかというところで、まず結論で言うと、前半勝負です。で、前半勝負と言っているのは、この、まあ、本試験は全部で25台ですね、出題されますと。で、60分で、まあ、25台ですね、出題されて、1問4点ですと。 っていうのが、まあ、この基本です。この科目ですね。の基本になってます。で、その中で第1問から第25問まで、こう、パーっと出されるんですけど、その中で特にやっぱり前半ですね。第1問から十何問までというところの、こう、前半がですね、一番点が取りやすくて、で、オーソドックスな取材がすごく多いんですよ。なので、前半で点取って、後半は結構割と実務的な問題が、 増えててくくくるので点が取りにくくなってきます、まあっていう理由からも、まあ、とにかくこの形状システムまず前半重視だというところですね前半重視でやっていただきたいなというふうに思いますでは具体的にじゃあど,どこの,あの前半なのかというところで例えば目次ですよね目次をちょっとかあの確認していただいてというところで でまあ、目次を見ていくと、まあ、まずですねあの、まあ、形状システムに関する、まあ、基礎知識というところで、まあ、第1分野からこうあるわけですね第1分野があってで、まあ、1の1から1の21の3とかってあってで1の6 7 8 9 1 0 1 1 1 3ですね14とかってあってで次に第2分野とかで入っていくんですねでまずざっくりとですねまず第1分野第1分野はハードウェアソフトウェアなんですね になってますとでハードウェア、ソフトウェアが、まあ要はこのテーマのテキストの順番通りに大体あの実際の本試験も出題されてきます。でその中でハードウェアで大体二三問で、ソフトウェアで大体二3問ずつぐらい出ます。なので、まず前半の中でも特に重要なのがこのハードウェア、ソフトウェアですねになってきます。でこのハードウェア、ソフトウェアで、まあ、ほぼあのなるべくならもう100%取るぐらいです。勢いとしてはまあ 6問出たら6問取るぐらいの勢いの方がいいです。で、結構これって、要はパソコンの中身の話ですね。で、ハードって言ったらその形のある、触れる部分がハードウェアですね。で、ソフトウェアってその中で動いているプログラムの部分になってきますと。で、あのー、まあ、パソコンのこと全然知らないんだよっていう人もですね、意外とですね、もう試験に出る覚え方で抑えちゃえば点取れるんですよ。点取りやすくて、結構ですね、パターン化された問題がまあ多い。 っていうところもあって、で点が取りやすいですので、前半でしっかり点を確保するっていうのがまず大事。その前半の肝になるのがこのハードウェア、ソフトウェアです。だこれ第1分野が一番こう重要ですねで。で、ここでもうとにかく点を稼ぐと。で、次に重要になっていくのはそのまま、もうあの分かりやすいですね。情報の場合は分かりやすくて、次の第2分野ですね。で、ここでは大きくデータベースっていう論点があって、で、パーッと進んでいくと、えー、2の 2の,下の方で2の7ぐらいかな。2の7ぐらいから、なんかこう、ネットワークですね。の論点が入って、えー、2の10、11、12、13、14とかっていうふうになってくると。なんで、ざっくりと、この第2分野。第2分野っていうのが、データベースとネットワークの論点になってきます。で、ここも安定的に出題されますと。で、大体データベースもこれも大体2、3問ずつ。で、ネットワークも大体2問からまあ3問、多くて3問と。 いう形で、問、まああまあ、問ですすね平均問はあの出題されてきますとでこれはですね、まあ、取れないやつは取れないんですけど、まあ、8割型イメージですね、1メリここ8割は取ってほしいなという感じですね、この分野から。なので、まあ、5問出たらまあ4問は取ってほしいなっていうようなぐらいですね、になりますので、まあ、ここもですね、あのやっぱりこうデータベースの知識っていうのをこうしっかり深めておくと。 で、まあ、まあ、よく出るところとか、毎回必ずここは出るよとかっていうポイントが、まあ、あったりもするんで、そういうのは随時ですね、お伝えしていきます。なんで、もうとにかくですね、もう出るところをピンポイントに押さえればいいですし、でしかもその出方ですね、こういうふうに出るんで、こういうふうに押さえてくださいっていう,ふうのお伝えしていくんで、もうそのりあり、あの、あのやっていけばいいです。<laughs> なので、まあ、その点が取れるための、 点が取れる、その試験の問題が解けるための覚え方ですね、をあのしていけばいいですんで、なのでですね、ここはですね、割とですね、やった通りで取りやすくなるはずです。ということで、ちょっと取ってくださいということです。で、ここまでが、まあ、大たる、こう、前半論点と言ってるところですね、になってきます。で、こっから先がですね、まあ、<laughs> 徐々にこう後半論点と言われるような内容になってきていてですね。で、まあちょっと帯も変わって、経営情報管理と、まあ応用的な位置づけのところで、で、第三分野ですね。第三分野に入っていきますよと。で、まあ情報システムと。いうことで、で、ここから先はですね、まあ、あの、主にまあクラウド。 論点とかですねクラウドコンピューティング、インターネットの活用だとか、IT 戦略で、システム開発ですね。システム開発的な話だとかっていうところがこう続いていくというところで、徐々にですね、あのー、点が取りにくくなります。ただし、クラウド。このクラウドのところは、毎回ほぼ出るんですよね。でこの中でも、まあ、ここだけは押さえてくださいっていうのがやっぱあるんで、これでいうところもクラウドです。クラウドにこうフォーカスして、ガツッとここをしっかり固めおくと。 ということをやれば他の論点 IT 戦略とかたまに出ますけど、まあ、こういうのはまあ多少落としても大丈夫と。 たまにしか出ないところにこう力を入れてやる必要ないですので,で、システム開発もですねあの、特にここが出やすいよとかっていうのがあるんで、そのまあ、随時お伝えしていきます。で先に伝えるならこのソフトウェア開発モデルですね、3の4あたり。まあ、この辺がよく出るんですけどね。でなので、まあ、こういういよく出るところです、ね、をしっかりやり込んで、あんまり出ないところですね、それ以外のところに関してはもうさらっと流していくという感じで、かなり強弱つけてやっていくというのが後半論点です。 でなので、あのまあ、それでもたまにマニアック論点やっぱ出ますと。でや、やってなかったなとか、で、まあ本当にこう久しぶりに出たと。で、10年ぶりぐらいにこの論点出たよとか、突然出てくるやつがあるんですよね。でそういうのはもうしょうがないです。その落としてもいいですんで、後半論点になってくると、クラウドは絶対取ってほしいんですけど、それ以外のまあ開発もですね、結構実務的なあの聞かれ方をしたりするとですね、もう対策がですね、あの 使えなので,、ね、で試験対策としてやってきたはずなのに実務的な観点で出されるとちょっと判断が難しくなっちゃうんでどうしてもやっぱ取れないんですよなのでかなり取りにくいと思っていただければいいですなのでちょっと後半入ってからまあ徐々にですね大体まあ半分で、まあ、4問出たらまあ2問取れるぐらいかなっていうのであの第3分野はそれぐらいでいいですっていうことを目標に進めていっていただくと。 で、最後が第4分野というのがあるんですね。第4分野ということで、運用管理とセキュリティというのがあって、で、ガイドライン、セキュリティ、統計というような形で並んでいます。で、ここで統計で、あの、おしまいです。という形。これが第4分野ですね。で、第4分野が一番取れないです。あの、一番取れなくて、で、一番あの力入れる必要がないです。で、強いて言うならば、セキュリティをやっといてください。 大体いいセキュリティは1問か2問ぐらいは、まあ大体出るんですね。出るんですけど、結構、まあ2問出たなら1問は超難問で結構難しいと。で、それはもう取れなくていいです。で、みんな落とすやつはもう別に無理して取りに行く必要ないですんで、あのみんなが取れるやつ、取りやすい問題をいかに落とさないかっていうところが勝負ですね。なので、まそういった問題が出た時にちゃんと対応するっていう感じですね。そのための、まあ基礎、基礎知識をやっていくっていうのが、 まあとガイドラインと統計なんですけどもガイドラインも大体いい毎年出るんですよで統計学も毎年出ますなんですけどこのガイドラインと統計に関してはほぼもうあのいわゆる取れないです取れないので時間対効果が非常に悪いんですねでガイドラインもその 追求すればですね、もう無限大にガイドラインって、もう世の中にいっぱい出されてますんで、まあ、日本が出してるやつ、国際的に有名なやつとか、いっぱいあるんですよね。でいっぱいあるんで、そこをですね、もう隅から隅までやり尽くすっいうことはまず不可能ですと。でただし、出題範囲がその隅から隅まで出るんで、ちょっとですね、結構ここはですね、もうやりきれないです。なので、このガイドラインは本当に有名どころだけに絞り込んで、一応やっとくと。まあ、そこはたまたま出題されれば、 まあ、取りに行く。で、出演されなかったらもうちょっともうそれはもう諦めるというぐらいのこう割り切った気持ちでですねやっぱりやるのがあのベストですね。で、統計も同じくです。で、統計学の論点に関しても毎年ですね、あの2問出るんですよね。統計学はたい2問です。最後、ラスト2問が統計学の問題が出ます。 でまあ、形状システムってやっぱりデータをため込んでデータ解析をしたりとかっていうような形でデータ解析したりするときにやっぱ統計学の知識がですね、まあ、あの必要になってくるんですね。でなので、まああのまあ、データサイエンス的な、まあ、そういった論点につながるんで一応統計の基礎知識みたいな、まあ、論点が出るんですけどもあの、まあ、統計だけでですね、まあ ご存知の方はご存知という感じで、統計学というまあ理論だけでもうめちゃくちゃ分厚いあのテキストになりますんで、それをこう、わずか2テーマであのまとめてると。で、質の範囲はものすごい広いです。で、なので、まあこれ、これこそ一番あの割の悪いやつですね。時間対効果が非常に悪いと。なので、ここに時間かけんだったら、他の論点をきっちりよく出るやつをあのやった方が絶対的にいいですんで、あの、 私も受験生の頃ですね、平成16年で、まあ、一次試験受けたんですけど、まあ、その時に私の場合、一発合格ですね、一発で全科目伺ったんですね、1年間勉強して一発合格したんですけども、その時の私のやり方としてもですね、やっぱりこ統計のところはもうすべて捨てましたね、一切勉強しなかったですね。でまあ、結局無駄なんで、無駄なことはやらないと。で、頑張っても成果につながらない、頑張っても得点できない。 特定の見込みが薄いんであればやらないという選択肢もまあなくはないかなというふうに思っているんでそこはちょっとあのやり方次第ですねあんまりこうあのなんですか、ね、真面目にやりすぎないっていうのはやっぱ大事ですもうとにかく効率を重視受験対策なんで効率重視です知識を深めるのが目的じゃなくてもう受かることが目的ですんであのテキストも端から端まで丹念にやり込まないっていうのはとにかくポイントですいかに削るか いかに出題されるところにフォーカスして、要は皆さんが次受ける本試験で出るところをピンポイントにやっときゃいいんですよね。そこをですね、ちゃんとこう強弱つけてやる。でそれってまあ大体試験傾向とかあの重要度からあの見えてくるところなんで、そこをちょっとまあ私の場合はあのきっちり強調してお伝えしていくんで、あのちゃんとです、ね、出るところに時間かける。で、勉強する。で、出ないところはやらない。もしくはやっても取れない。点が取れないところは、 なのやらないまあそんなような感じですね。あのスタントスタンスとしては、ちょっとそういうふうにですね、やってもらって、で、まあ,あの学習計画ですねを立てていっていただきたいなというふうに思います。で特にまあ、通信の方ですね、あの学習計画が肝ですので、あのどういうスケジュールでやっていくのかっていうのをこう、非、まあ、ベースですね、ちょっときっちりですね。 あの立てていってもらって、で、まあ、あの、なんですかね、まあ、流動的でいい,いいと思うんですよね。まあ、実際、できなかったとか、まあ、あの突発的に予定が入ったとか、まあ、いろいろあると思うんで、その辺はまは、随時修正しながら、柔軟に、ちょっと計画を立てながらですね、進めていっていただいて、 でまあ、一番いいのは、あの通学のスケジュールに合わせてもう学習していくというのがいいですの、ね、で、あの通学のスケジュールの冊子を見ながらです、ねで、それをです、ねまあ、自宅で、ね、そのスケジュールと同じような感じで、まあ、進めていくという感じでやる、で講義を聞いてで復習するというところですね、まずはインプットをしっかり固めていっていただくと。 いうところで,す、ね、で、すねでインプットがある程度できたら、今度はあのアウトプットですね、過去問を見たりとか、でまあ、そういう問題ちょっと解いてみたりとか、でいう風にしながらですね、じゃあこのインプットがど,どういういうに問題につながっていくのかというところをこう埋めていくという感じですね。なので、まあ、インプットやっただけでは問題解けませんので、そこをですね、こう次の ステッッププでででアウトプットでこう埋めていいくという感じですね、まあ、そんな風にしていっていただきたいなというふうに思いますのでまあ何となくですね学習の進め方とかまあ情報ってこういうような感じなんだなとかこういうような問題構成になってんだなっていうのをまあ何となくざっくり掴んでいただいてでまあ次のです、ね、計画に結びつけていただきたいなというふうに 思いますすじゃあですねまずはユニット1に関しては以上ですね。以上になりますんで、でなので、まずはあのガイダンス的な位置づけとして、まあ、ユニット1を聞いていただいて、で次がですねあのまあ、テーマ別ガイダンスっていうふになるんで、もうちょっとこうテーマあのに絞った、この第1回でやるところのまあ、テーマに絞ったところで、ちょっとあのテーマ性をですねあのもうちょっと細かく見ていきたいというふうに思います。じゃあですね、まずはユニット1ですね。まあ、以上というふうになりますので、じゃあどうもお疲れ様でした。